はい、ということで今はパーキングエリアにいます。イエーイパンちゃん、ね、イエーイ。おめかししたね、パンちゃんのね、パン旅行でございます。今日はパン旅行。今日はね、とあるペットが泊まれる宿にお邪魔しようかなっていうところで、高速道路ね、うん、乗ってきたんだけど、パンちゃんドッグラン付きだよ。パンちゃんプランです。え、周りに何散歩できるところとかもある？多分あるよ、田舎だからと思う。これ正直さ、どういう宿かも知らないんだよ。パッて見ただけでしょ。うん、見ただけ。とりあえずお昼はどっかで食べたい。パンちゃんもさ、でもさ、そんなさ、外暑くないじゃん。とりあえずあれか、ご飯目指して。うん、え、ご飯どうするかだよね、マジで。どうしよう。だからさ、3時からさ、チェックインだけどさ、多分それより早く着くんだよ。ご飯どこで食べる？パンちゃんも行けるとこ、外で食べれるとこなら。じゃあ行くか。ウィーン。あー、いいじゃん、皆さん行ってきます。ダメダメ。今ね、はい、大分に向かっております。湯布院です。湯布院、なんかさ、すごいよく聞くけどさ、うんうん、どういうとこなのかわかんないけど、観光スポットなの？そうだ、温泉が多いんじゃないんだっけ。どうだった？温泉か。ちょっと見てる今。レインボーロード走ってんだけど。マジかーやん、これ。てってれてってれてれてってれ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 って状態。あのね、ハンドル握ってるだけで、オートパイロットで進んでるから、運転してません。どう見て、景色。めっちゃ綺麗じゃない？何これ。ジャンクションです。あ、でもこれいいね。なんか、あれよ、ドライブしてる気分になれるかも。あ、みんなも一緒にドライブ。そうそうそう。じゃあみんなもちょっとドライブ楽しもうよ。しばらく。ちょっと一発入れるよ。一発入れちゃっていいですか？どうぞ。ここボタンを2回押す。はい。いくよ。1、2。入りました。レインボーになった。もうここから操作します。だって見て。86キロ先だよ。長いね。そう、だから俺86キロアクセル踏まないから。でもさ、これあの前見てないとダメだからね。うんうん、ちょっと監視されてるでしょ。そう、警告されるから、あのしっかり前見てくださいみたいな。で、これペナルティがね、5回か3回ぐらい食らったら、うんうん、あのこの機能使えなくなります。はい、ちゃんとしてるね。はい、ちゃんとしてるんで、しっかりと前見て安全運転でいきたいと思います。風鈴がいいね。うん、湯布院駅の前ね。うん、ちょっと外観ちょっと見るか。どんな感じだろう。外観こんな感じ。旅むすびね。おにぎり屋さん。うん、かわいいね。何がいいかちゃん、また食べれないけど。ね、私このプレートがいいなと思って。お昼、え、安くね。1000円切ってるんだ。安いと思って。ランチとかだからかな。あー、そうなの。おにぎりの種類すごいね、これね。これ全然一度も一時食べれる。え、日替わりプレートがある。チキン食べてる。あとフライングだよ、みんなで食べようと思ったのに。お腹空いちゃった。お腹空いたね。どう、お外でお食事はどうですか。ほら、まだ欲しかってるわ。お、よかったよかった、多めにやって。うんうん、このカリカリ食べといて。じゃあ、いただきます。いただきます。パンちゃん、ちょっとゆっくりしてて。いいね、なんかこう一つ一つがさ、うん、丁寧に作られてる感があるわ。わかる。素材を、もうなんかワンプレートだったらなんかいいね、ランチ感があって。なんかこれ嬉しくない？うん、うわぁ、美味しそう。これさ、おにぎり可愛くない？これおかかとクリームチーズで、俺は明太子にしました。すごい。で、皆さんこんな感じね。鶏天と高菜。鶏天結構ボリューミーじゃない？うん、すごいボリューミー。でさ、しかもこれ海苔をさ、巻いてくださいって。自分で巻くんです。鮭めっちゃできるの。あ、鮭だったんだ。うん、あそこサーモンか。うん、すごい具がいっぱい。わらび餅もある。すごい食べるもんね。でかこれ。ね、肉厚じゃない？うん、肉厚。お茶に食べられる。この後どこ行くかだよね、マジで。
どこも決まってなくてさ、何も決めてない。周りに何があるかもわからない。うん、寒いんだからいっぱいあるよ、何かしら。だから散歩とかでもさ、全然いいしね、うん、そんな暑くないから。暑くない、ここすごい、なんか風鈴のおかげかわかんないけど、うん、涼しくない、ここ。セミの鳴き声もさ、ないから。確かにないね泣いてないね、いつの間にか。暑さが軽減されてるわ。うん、男交換。こういう感じで手作りで巻きたてでね、食べれるから、リアンさんちょっと食べてみて。これ高菜です。はい、米柔らか、海苔パリ。マジ？あ、そっか、おにぎり屋さんだからさ、米こだわってんだ。うん、おいしい。あ、ほんとだ、柔らかくない？お米違う、これやっぱ違うね。あのね、米も柔らかいんだけど、うん、多分握り方がいい。あ、ふわってふわってやってるわ。うん、硬くならないように。これこう握るとしたらこうさ、なんだろう、握ってやっちゃうからさ確かに米がさ、一体化しちゃうのよ、あのボーリング玉みたいに。うんうん、おにぎり屋さんってなんか行ったことあるようで行ったことなかったかも。美味しいね。さ、鍵を探せ。あそこじゃね？うわ、なんかさ、玄関がさ、なんだろう、新築購入しましたみたいな。ここサムネにしようかな。なんか家買った感あるな。家買ったね。じゃあ入ろうか。お邪魔します。毎回ワクワクするんだよね、ここ。ね。おぉ、新築の匂いだ。でもこれ結構新しくて新しいよ。え、そうなの？うん。おぉ、新築だ。え、待って、ここにプールとかさ、サウナ、これはグリーンデン、あ、グリーンデンじゃない、ガーデン。うん、こっち、ここです。え、いいね、すごい。お邪魔しましょう。え、いいの？家じゃん。え、うぉ、すごい。待って、え、今までで一番広くない？広。アレクサ、電気つけて。いやいや、アレクサ。え、ちょっと、こんなさ、でかいソファ、ちょっと、豪邸に来ちゃったよ。ちょっと、いろいろ回ってみようよ。うん。そこのさ、ちょっとベッドのやつがある。ん？このトイレいいね。お風呂もある。お風呂もある。でさ、あっち見たい、俺。あっち見る？うん。何ここ？そこ何？トイレだ。トイレ、どんな感じ？うわぁ、俺の好きなグレー。いいね、このグレー。いいですね。こちらは？そっち何？うわぁ！え、まず洗濯機ついてんの？ついてる。お風呂。え？待って！すげえ。え？待って、ここだけ暑いね。暑い。これ眺めながら入る。ちょっと待って。露天風呂的な？うわぁ、すげえこれ。リナさん、これいいとこ撮ったね。景色もいいよ。うん。パッチャーのトップガンもあるよ。そうなんだ。外にあったもんね。うん。いや、待って。なんかさ、どっか行こうかなと思ったけど、ぶっちゃけここで満喫するのも良くない？いいよ。だってさ、外。リナさん、ここ出て。景色がすごいよ。いい嬉しい、嬉しいね、パイちゃん。ちょっと待って、この景色よ。うわぁ、すごくね。めっちゃすごい。なんてとこだっけ、湯布院か。湯布院一望できるよ。ちょっと俺のさ、うん、腕の長いこの特性を生かして上からどうぞ。すごい。はい、ね、ドッグラン行くよ。はい、ドッグラン行こう。はい、どうぞ。危ないから。え、広い。すごいとこ来たな。おもちゃ持ってきた。遊ぶか。あ、てか待って、これ2階あるんだっけ？2階ある。じゃあそれも見てから遊びましょう。行くよ。え、じゃあ2階。うわ、え、何やんのこれ。すごっ。さ、そこさ、そもそも4人から泊まれるの、うん、
うわ、すげえ。どこで寝る？待って、俺らどこで寝ようね。うわー、すげえ。こんな感じでね、3つある。で、ここ書斎かな？書斎だわ。パンちゃん、上がれないからね。待っててね。はい。ここも3だ。うわ、広。え、4人まで泊まれるって言うの？ 6人泊まれんじゃん。4人から行けんの？あ、4人から。でも2人も泊まれる。で、こっちが？トイレ。これがトイレかな？綺麗。うわぁ、いいね。上にいるよ。あ、上からのさ。あーちゃん、あー、ダメダメ。あーちゃん、ちょっと待っといて。上からの景色もすごい。ねえ。あ、こんちゃん、ほら。ほら、来た。ほら。ほら。これ嬉しい。ほら。どこ行った？どこ行った？行けよ。おれちゃん、おれちゃん、おれおれちゃん、おれおれおれ、ちっちゃいモンスターが走ってる、おらおらおら、うい、うおお、くるくるよ、ほら、ぎゅう、さっきのおむすび屋さんのさ、店員さんがね、赤瓶さんのね、視聴者の方でね。まさかの T シャツいただいちゃったの。そう、 T シャツもらったの。ちょっと1個開けてみようよ。こっちで開けよう。いや、これさ、後ろのおにぎりが可愛いんだよ。店内にさ、いろいろグッズが置いてあって、うわ、なんか可愛いなって見てたんだよね。うん。そしたらさ、最後に店員さんが追いかけてきてくれてね。そうそう、プレゼントしてくれたのよ。可愛い。え、待って、待って待って、めっちゃ可愛い。え、やばい、これ。え、ちょっと待って、よく見して。え、これ何？なんかメニュー表みたいになってる。あ、ちゃんとさ、おかかと書いてある。え、めっちゃかわいいじゃん、これ。え、これかわいい。表見せて。おむすび。いいね。え、かわいい。押されたらやだね。かわいい。うん、皆さん、大切に着よう。うん。やっぱ、嬉しい。ありがとうございます。お揃いだね。つかみはそれ着て。それありかも。全然合うから。まーちゃん、ずっとテンション高いのよね。すごいはしゃいでるね。あ、かわいいね。てかさ、スーパー行こうよ。こう、夜ご飯買い出し。うん、何作る？赤ちゃん、どちらへ？ここ行くな。金どこ？なんだ、金どこかな。なんて読むんだろう。金に、鱗に、湖と書いて、なんて読むんでしょう。金どこって読もう。はい。お嬢さん、接待ですけれどもどうですか？今日の調子は、こんなところ来たことないんでね、全くわからないんですけれども、どうやら湖に行くってところで、私県政初めて見るというところでちょっとワクワクしております。このまま行けば着くんかな。ナビ上だと多分着くと思うんだけど、こんなに秘境なところにあるのっていうぐらいちょっと不安になってきた。あー、でもなんか人いるな。すごい、なんかさ、ちょっと森に入ってからセミの声が。確かに。まだいるね。いるね。全然いるわ。まだいました。なんか、9月にしてさ、やっと夏らしいことしたような気がする。なんか、ここ涼しいね。うん。山のとこって涼しいね。マイナスイオンちゃんが出てるよ。なんかエアコンみたいな涼しくない？うんうん。そういう風がね。やっぱ9月じゃないとダメか。今27度。嘘。うん、30度切ってます。涼しい。ねえ、何年ものっていう木、これ。パワー感じるよ。あ、冷た。あ、冷たい。本当さ、湧き水なんじゃない、もしかしたら。あ、湧き水だね。ってか綺麗だよね、下に流れてるの。うん、詳しく聞いてみたい。これあれがないね。お手でやるパターンか。飲みたい。飲むとこあるんじゃない？天祖神社って書いてある。天祖神社。何？歩きたいの？ここでなんか座禅とか行われてそう。ちょっとポンポンする。10円、30円、3人分。ちゃんとパンちゃんの分もね。うん。
とパンちゃんね。三人分。あ、これ鳴らしてない。ちょっと鳴らしてから。はい。もう忘れました。何お願いした？あ、お願いしてない。挨拶した。あ、いいんじゃない？でも挨拶でも。こんにちは。お邪魔します。じゃあちょっと無事ね帰れますようにっていう交通安全祈願じゃないけどさ、ね、車買ったらさやるじゃん。あ、そっか。それちょっとやろう。下に降りたいの。OK。はい、大丈夫です。下に降りたいんでしょ。あっち行ってみる？行こう。ここがメインの湖だね。綺麗だね。すごい透き通ってるわ。見えるかな？ここからの山の景色最高じゃない？うん、ちょっとお茶したいよね。いけんじゃない？聞いてみれば。うん、全然いけるって。かき氷とかあればいいね。あ、いいな、食べたい今。前なんか長瀞行った時こういうところでね、食べたよね、かき氷。いけるか。お茶会です。いいとこ見つけたね。うん、そう、さっきここ歩いてきたんだけど、隣にねいいカフェがあったから入れました。お茶に水もくれた。そうそうそう、これ。お水です、あなた。よかったね。一緒に飲もう。で、リナさんこれは？ここはシロップって何？これここにかけんじゃない？これなんだっけ？チーズの？アイス。チーズアイスね、うん、何それ、うん、かわいいな。ちょっと思ったよりさ、こうコンパクトでかわいいなと思った。かわいいんだけど。これ冷たいやつね。朝飲みたいかも、こういうの、うん、すごい濃いよこれ。特製ココアみたいな感じだったから。うわ、すごい、なんか悪いもの入ってない味。わかる。苦味。これ飲んで、わかるよ。リナさん、いいやつってさ、苦味を感じるよね、毎回ね。苦味を感じる。なんなんそれ、毎回。すごいよ、これ。甘さより苦味。甘みがさ、少ない。少ないでしょ。うん。チョコレート豆をさ、うん、すりつぶしてそのまま出てきたみたいな。すごい。素材感すごいわ。素材の味がいいんだよ。いい。え、これにかけんの？じゃないの。ここに。それ何なんそれ。ここに置かれたの。かけていいんじゃない？あ、待って、かける前に食べる。これ何かをし、ちょっと。これ入れるんじゃない？あ、そういうこと？甘み。だから甘みなかったの。これが正解でした。じゃあ、あながち素材っていうのは間違ってなかった。よかった、我らの舌は正しかったようで。めっちゃ甘い。よかった。これさ、チーズとさ、うん、コーヒーの相性最高なんよね。ね、パンちゃんにさ、ツナ缶あげようかな。あ、おいしい。犬用の。これもさ、朝さ、こういう自然の中でさ、うん、テラスでチーズケーキとコーヒーをこう飲む、こう本をこがてこが読むみたいな、こう、うん、40〜50代。え、それいいよね。送りたい。ただいま、ちょっとスーパー行ってきたよ。パンちゃんね、よくお留守番できた。どこパンちゃん。ダメダメ。なんかこうして見るとさ、家だわもう。家だよね、うん、ちょっと別荘みたい。家買いましたって言っても本当にわかんないよね。わかんないね、確かにすごい綺麗だもんここ。もう食べよう、お腹空いちゃった。飯だ飯。これやったでしょ。それは明日の朝食べようかな。朝。うん。オッケー、これ作られたやつ食べる。うん。
そう。寿司です。割りだって言ったら寿司見して。これで、ね、半額だったの。安い。これって卵のやつでしょ。10個入っててさ、半額だからだいたい500円って安くない？おろ10巻か。あ、そっち高いやつだ。そう、ちょっと高い。これ680円ですかの半額だ。いいね。うん、お値打ち。これ朝の分の配信。この時間帯にスーパー行くのが吉だったね。この時間はいいんだよ、7時とか。これなんか料理できる人みたいじゃない？これさ、結構さ、緑のよね。あ、ほんと？大丈夫なのかなっていうさ、あの、心配があるんです。周りのあれもあるのか。アボカドってさ、緑と結構あれじゃん。そっか、あ、ちょっと緑なんだ。いけるかな？パンちゃんのご飯の準備しようか。食べるよ。お腹が空いてるであろう、パッちゃんのご飯持ってきたよ。姉さん、ちょっと皿取っておいていいかな。そうだ、そうだ。これ皿2個必要かも。あ、ほんと？で、意外と大きいな。あ、で、でっかいの皿だったね。うん、こっちにする。まあいいや、朝と夜っていう感じで分ければ。パッちゃんのご飯食べる。パンちゃんもご飯タイム。どう？美味しい？おっぱいに重複。パンちゃん今日2食目？2食目。うん。朝あんま食べてない。確かに。おつぶし。ほんと小食だからね、パンちゃんね。小食。じゃあ俺も食べるか。食べましょうか。宴の準備だ。何？じゃあ、今日さ、お参りできたじゃん。うんうん。あの神様をちょっと頭に浮かべた。何それ。いただきます。キンパ真ん中。そう。お、おかずは？俺一旦ちょっとこれでさ、お腹いっぱいになるかどうかさ。ああ、そういうこと。オッケー。一緒食べてよ。これは助かる。最高。なんかさ、どこ行っても寿司食べてるね、俺らね。うん、サーモンあげる。はま寿司、ちくめきにあんのかな。はま寿司、リフィンあんの？うわ、うっぷりにはなさそうだね。でも観光までして行くとこではないよね。なんか浜寿司だとわざわざ。浜寿司ね、確かに。ショックだね、日常で食べるぐらいだね。うん。これ何？おいしい。それカンパチじゃない？カンパチ。カンパチ食べる。この後はあれか、お風呂入って、ネットフリックス見てみたいな感じかな。うん、それで見れるんだもんね、ここでね。うん。お風呂が醍醐味だよ、だって見ながら。確かに。あ、あそこ開けてさ、あそこ、うん、うんうん、入ったら露天風呂なる。最高じゃない？うん、なんかゆっくりしてていいね。なんだろう、何もせんでいい。うん、もうマジ何もしないが幸せを感じてきた年頃。うん、観光名所もさ、うん、静かな自然のとこが落ち着くよね。うん、結構前さ、うん、アクティブにさ、ここ行こう、ここ行こうみたいなのが、ディズニー現象よね。あー、なるほど。ディズニーもなんかめっちゃアトラクション乗りたがってるじゃん。うんうん。のんびりしたくなんだろうね。うん。いいね、その楽しみ方も。いつ俺もなんかこんな大人の楽しみ方をするようになっちゃったんだろう。うん。いつの間に起きた？パチャクンくんのやつ。明日何時に起きる？早く起きよう。だって10時チェックアウトだからさ、俺6時半ぐらいで起きてさ、そこでちょっと黄昏ようかなと思って、コーヒー飲めるし。そうだよ、そこさ、ゆっくりできるよ、外で。あの敷地さ、今日さ、泊まる人が誰もいないから、敷地がめっちゃ空いてるんだよ。皆さん、ちょっと朝っぱらから車の運転の練習。モーニングルーティン。うん、でもルーティンじゃないけど。モーニングのトライ。うん、これ、買ってきたさ、巨峰が、580円ぐらいで安かったんよね。そうそう、結構安かった。そう、めっちゃいいなと思って買ったらさ、全部こうなんか、見えるかなこれ。シワシワでさ、もうこれよりもっとひどいのは、俺も全部食べちゃったんだけどさ、こう、かじった瞬間、うん、こう、じゅわってさ、こう、全部さ、
売れすぎてさ、出てくる。あの、べちゃべちゃの牡蠣みたいな。べちゃって。そう。あ、まだあるね、結構。なんか、パリッっていう感じじゃないんだよね。ドゥル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 ってさ、出てくるからさ、ちょっと気持ち悪いけど、せっかく買ったしさ、そうそう。明日しか持たないし。そう、これ、わかんないか。パンちゃん、ブドウダメだよ。ダメ。ブドウジュース飲んでるみたい。もはや発酵しすぎてワイン。皆さん、ブドウの時間です。何、ブドウの時間でシュワシュワ。シュワシュワ。ジュースだよ。熟したブドウ、ね。皆さん、買うときはよく見ましょう。ね、見た目分かったのに、よく見たら。うん。シュワコ。なんか食べると普通に美味しいな。やっぱお風呂がさ、温泉だからやっぱ違うね。すごい、ちゃんと登録してあった温泉。書いてあったの、なんか。うん。こんなんか、上がる独特のこう、まとわりついてくる感じの、こういう、うん、ぬるっとする感じよ。なんかずっと入れるんだけど、うん、あそこ。ちゃんと、温泉なんだなと思ったよね。温度もちょうど良くなかった。あと近くにさ、あの、この街の人限定でさ、入れる温泉があったよね。大衆温泉みたいな、俺たち観光客は入れませんみたいな書いてあってさ、まだあるんだね。うん、地元民限定で、だからあの昼下がりになったらもうね、家族でそこの温泉入りに来てたりしてたしね。面白いね。うん、いろいろ知れた、ここ来て。うん、明日はもっといい日になるよ、ハム太郎。やめて。パンちゃんもバイバイするよ、みんなに。今日ゆっくり寝ますよって。パンちゃん、向こうカメラ向かって。パンちゃん、パンちゃんおいで。どこ行く、ほら。何持ってきた、あなた。やめて。じゃあ明日も楽しみますって。向こう、向こう向いて。あそこ向こうも行きなさい、ほら。友達よ、スーパー寝ない。バイバイ。じゃあまた明日おやすみなさい。おやすみ。